ビジネスとしては今 N コーとあとバーチャルキャストっていうの VR の会社ですよね。バーチャルキャスト、VR 空間で授業が起きられるプラットフォームにしたんですよ、うん、VR と教育の相性はめっちゃいい、うん、今まではそのね、新大陸に行ったっていうのが、はい、人間のフロンティアの拡張の物理的な最高で、はい、次はその仮想空間に人類は多分移住をするっていうのが、でその中でメタバース VR AI っていうのはすごいキーになるテクノロジーですよね、はい、人間は要するにコンピューターでシミュレーションできるんですよ。まずで人間コンピューターにシミュレーションできるんだったら、コンピューターにいる人間がいればよくって、どういうふうにそれを受け入れていって、人間がこの有機の体を捨てるのか、中途半端なんですよね。だからゲノムに関わらず進化できてんのに、相変わらずゲノムに支配されてるっていうところがいかにも中途半端で。堀江さん、土井さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですね、今回のゲストをご紹介します。ドワンゴ元会長川上信夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これ今現在は N コーリジなども務めていると思うんですが、川上さん何やってんすか。そうです、本当何やってるのか、ね、まあ、N コーでビジネスとしては今 N コーとあとバーチャルキャストっていうの VR の会社ですよね、はい、バーチャルキャスト、バーチャルキャスト、あ、バーチャルキャストはなんか一応放送ツールなんですね。 VR の、放送ツールなんだけど、まあ、VR なんか儲かるわけないじゃないですか、だからそれをちょっと改造して、VR 空間で授業が受けられるプラットフォームにしたんですよ、でそれでそれを N 校がライセンスしてるんですけど、本当に授業やってるんですかそれ。やってますよ。へ、聞くんですかそれ。いや聞きますよ。でも英会話とかさ、面接練習とかそういうのはいいんですけど、授業 VR はちょっと使いどころが難しい感じですね。まあですよね。でも世界初なんですかその VR 授業っていうのは。公的な学校で導入したところは聞いたことがないので、はい、まあ、僕らも全世界ウォッチしてるわけじゃないけど、まあでも類似のニュースは聞いたことないです。とりあえず、はい、ゲームはね、はい、なんか VR ゾーンとか行くと、はい、ゲームはまあまあ面白いっちゃ面白い。いや多分効果で言うんだったら、VR と教育の相性はめっちゃいい。何でかって言ったら、例えばね、面接練習とかそうなんですけど、面接練習ってまずね、今の若い子って、Zoom だと喋れるんだけど、対面だと喋れないんですよ。ただ、ただ Zoom だとちょっと実際のリアルな 3D 空間の雰囲気とかわからないから、まず今の子は VR 空間で面接の最初練習するのは、これ明らかに合理、まず心理的なハードルが低い。なるほど。それともう一つは、リアルな世界で早送りとかできないじゃないですか。巻き戻しができないじゃないですか。でそれとなんか喋ってる時に何を喋れないかいいのか、アンチョコが相手の頭の上に表示されるとか、現実空間ができないじゃないですか、だから効率性だけ考えて VR の教育っていうのは効率がいいんですよ、あらゆる教育が。なるほど。映像も使いながら メモとかもいろいろ出してフィードバックとかもできるんできるし、できるし、よりリアルな体験ができるから、だからスポーツなんかの世界では結構使えてますよね、アメフトとか。あ、そうなんですか、ね、アメフトのじゃトレーニングで、そうです、シミュレーションとか。だからアメフトとかで全員集まって、はい、そういうなんかそのチームプレーの練習、フォーメーションとか難しいですよね、はいはい、しかもそれ1個も練習するのにすごい準備かかるじゃないですか、VR ではすごい効率よくやりたいところだけ練習できるんですよ。でも N 校と S 校めちゃくちゃ伸びてますよね。とんでもないことになっちゃいましたね。いやでもね、ウェブに比べて伸びるの遅いんで、基本ワンサイクル3年ですからね。だから今までだって5年間やって2万人ですよ、まあね、でも5年間やって2万人で学校ってこと考えたらそう、異常なことですよね、2万人の学生数。いや僕は2年ぐらいでいいかなと思ったんですよね、まあ、ね、ニコニコ動画とかと100万人200万人っていくわけですからね、まあ、それと比べると、いやニコニコ100万人とか1ヶ月ですからね、川上さん、今こちらの方にですね、新たなネットサービス、まあ、これ AI が新たなのかとかお話はありますけれども、 NFT、Web3、メタバース、仮想通貨、VR などがあります。でこれらに関して今川上さんが特に注目しているものとか、どういうものを見ているのかっていうのをぜひお伺いしたいなというふうに思っています。まあ、ビジネスと見てるというのはすごく違うんですけども、はい、AI、VR、メタバースっていうのは、はい、人間社会が多分変わっていく、まあ、今まではそのね、新大陸に行ったっていうのが、はい、人間のフロンティアの拡張の物理的な最高で、はい、それからあとは、まあ、月に行こうとしてるんだけど、まあ、ほぼ行けてないっていうのが現実だと思うんですよね、はい、そしたら次はその仮想空間に人類は多分移住をするっていうのが、うん、まあ、今の人類の大きな歴史の中 で、はい、でその中でメタバース VR AI っていうのは、うん、まあ、すごいキーになるテクノロジーですよね、はい、
ぐらいに思ってるんですけど、でもあんまりそんな10年20年単位で別にどうこうっていうのはそんなにあんまり考えてないですけどね、うん、もう少し長いスパンで、あ、そうそうです、うん、僕は人類がどう滅ぶかっていうのに興味があるんで、はいはい、今の携帯の人類がどういうふうに滅んでいくのか、どういう形で滅んでいくか、どういう形で滅んでいくのかっていう、まあ、ちょっと面白いですよね、うん、あの Facebook がねメタに変えたりだとかね、はいはい、あの会社相変わらず世界支配を目論んでるなとかね、うん、そういうのが面白いですよね、はい、今の人類がどう滅んでいくかっていうのはどういう、そのどういう意味の滅ぶっていうことなんですか。人間ってそもそもなんか、まあ、情報処理をしてる自律的な何かみたいに見るのが、うん、今現代的な人間の解釈で一番妥当だと思ってるんですけど、うん、だからまあ人間は要するにコンピューターでシミュレーションできるんですよ、まず世界観 で人間コンピューターにシミュレーションできるんだったら、うん、あのコンピューターにいる人間がいればよくって、うん、あの僕らとか死んでもいいじゃないですかあの極端なことを言えばね、はい、でもこれはみんななんとなく思ってるはずで、うん、でもそれはあの突き詰めて考えてないんだけど、うん、でもこれって冷静に考えたら必ず起こる未来なんですよ、うん、ただそれをするのは嫌じゃないですか、うん、人間的に嫌なんだけれども、うん、それがあのなんとなくしょうがないなっていう感じで、うん、どういうふうにそれを受け入れていって、あの人間がこのあの勇気の体を捨てるのかみたいなのがなんかね、そう、なんか中途半端なんですよね、うん、なぜか、はい、なぜかそのゲノムに支配されてる肉体があって、うん、なんだけど別にゲノムに頼らずとも進化できてるわけじゃないですか、できちゃうんですかね、そうだからゲノムに関わらず進化できてんのに相変わらずゲノムに支配されてるっていうところがいかにも中途半端で、うん、そうですよね、まあ過渡的な生き物である、まあ過渡的な存在である、はい、ことは間違いなくて、そうです、まあ、だからいろんなアプローチをしてる人たちいますよ。だから僕もそういうところをいろいろウォッチしてたりとかして、はいはい、面白い人いましたよこの間。脳梁って言って、はい、右脳と左脳をつないでるインターフェースがあって、はいはい、そこに端子みたいなものをビシッて差し込むんですよ、うん、でその脳梁のインターフェースの片側、うんうんうん、だから右脳と左脳情報ある状態で、うんうん、そこにバチッて入れたやつにもう一個なんか新しい左脳みたいなものを例えば作ってつけて、でなんかこうある程度動かしてみる、でそっちの方のニューロンが機械のニューロンがうわーってつながったぐらいの時に片側をピッて外してみるとどうなるんだろうねみたいな、あ、つまりだから右脳か左脳、まあ機械の左脳を作りました、で元々あった左脳をちょっと切り離してみるとどうなるんでしょうねみたいな、うん、で最終的にはこれワークするじゃんってなったら今度は元々の右脳をビチッて切る、あ、もう一個作って、うん、右脳、新しい右脳を作って、うん、でパチッて取ってみたら、まあ、でも脳梁とだけ通信してるわけじゃなくて右脳左脳はそれぞれなんかつながってますよね。つながってるんですけど、はい、よくほらあの脳梗塞とかになって、はい、左脳の機能が完全に失われる人とかいるじゃないですか。あ、はいはいはい、だけどその自我って多分ずっとつながってて、うん、半分なくなったとかっていう感覚もなしに生きてたりとかするわけじゃないですか。そうですね、はい、だから右と左でバックアップ取れてんだろうなっていう、だとすると片方のバックアップを切った状態でそこに機械を入れるとどうなるんだみたいなことを研究してる人がいるんですよ、うんうん、バックアップではないと思いますけどね、まあまあだからそれも分かんないんだけど、はいはい、実験でそれができる、うん、まあ、はい、要は右脳だけでも生きられる、はいはいはい、のは事実じゃないですか、はい、実際そうなってるし、はい、昔脳梁を切る実験とか、うん、転換の治療とかで治療に使われてましたよね。そう、使われてたとか、はい、そういうことがあるわけですけれども、はい、なのでその人なんかは、まあ、まずそのマウスレベルです、マウスは猿かな、はい、猿かなんかでそれをやってみて、うん、うまくいきそうだったら自分で実験するって言ってましたね、うん、でも別にね、あの脳なんて不完全なハードウェアなんだから、うん、人間の、あの視神経からの来る信号って結構早いから、うん、あのそんなん入れずに、うん、全部 VR でやってた方がいいと思うんですよね、うん、でコンピューターの方に人間の処理能力自体を移していく方向に進化する方が僕は、うん、あの正当だと思っていて、 AI やってる人ってもうあの AI の能力って人間の能力は超えてるなっていうことをみんな思ってますよね、うん、脳なんて不完全なハードウェアなんだから、うん、全部 VR でやってた方がいいと思うんですよね、うん、生物学的な脳が死んじゃうのが嫌なんじゃないですか。バーチャルな妄想ですよね。そのバーチャルな妄想に支配されてるってことじゃないかな。全然違うアプローチで、うん、あの意識とは何なのかっていうことをね、意識、意識、意識、すでに動いてるネットワークに流れてる情報、そのうちの100個に1個とか1万個に1個だけを見つけて、うん、これを書き換えるっていう風なデバッグコードが肥大化していったのが
意識なんですよ、うん、単純に AI に全てに委ねる人間が強くなると思うんですよ。